セミフカプランウォールは、トルコの映画監督、劇作家。ヌリビルゲジェーランと並んで、現代トルコ映画界を代表する監督である。1963年4月4日、トルコイズミルで生まれる。ドクズエルル大学の美術科で映画とテレビの学士号を取得して卒業。1984年にイスタンブールに移り、コピーライターとして、 広告会社に2年間勤務した後、1986年から撮影助手として映画界で働き始める。その後、1994年から97年にかけて、テレビシリーズ、シェナズ・タンゴの全52話の監督、脚本を担当する。2001年、初の長編劇映画、ヘアーキス・ケンジ・イビンドを制作。同年のイスタンブール国際映画祭で年間、 最優秀トルコ映画賞をアンカラ国際映画祭では作品賞などの4つの賞を受賞。翌年の第15回シンガポール国際映画祭でも監督賞とアジア映画賞を受賞した。その後、映画制作会社カプランフィルムプロダクションを設立。2005年に制作した長編2作目のメラジン DSS は同社で制作した初の作品である。本作は なんと三大陸映画祭とケララ国際映画祭でグランプリを受賞。2作連続の出品となったイスタンブール国際映画祭では国際映画批評家連盟賞をアンカラ国際映画祭では審査員特別賞を受賞した。その後、自身の反省をもとに一人の人物の壮年期から幼年期までを遡っていく形で描く三部作の制作を始め、 2007年に一作目の卵を発表。第60回カンヌ国際映画祭の監督週刊部門で上映されたほか、イスタンブール国際映画祭とニュルンベルク映画祭、アンタルやゴールデンオレンジ映画祭でグランプリを、ファジル映画祭で監督賞を受賞。また、主人公の親戚の娘を演じたサーデット・アクソイが多くの女優賞を獲得した。 2008年に発表した2作目のミルクは第65回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門で上映されたほかイスタンブール国際映画祭で観客賞と国際映画批評家連盟賞を受賞した。2010年に発表した3作目のハチミツは第60回ベルリン国際映画祭でキンクマ賞とエキュメニカル賞を受賞。初の世界三大映画祭での受賞となった。 これらは、主人公の名前をとって、ユスフ三部作と呼ばれている。カプランフィルムプロダクション映画、蜂蜜予告編、セミキャプラナル IMDB セミフカプランウォール、デュシンネマ。ありがとうございます。